篠田海吹山古墳は大阪府泉市太町にある古墳。形状はホタテ海形古墳。泉市指定史跡に指定されている。大阪府南部篠田山丘陵北西六の定位団球場に築造された古墳である。海吹山の古墳名は江戸時代の一期において農民がホラいを合図に当地に集まったことに由来する。これまでに部分的な発掘調査が実施されている。 墳形は前方部が単小なホタテ貝型の前方後円形で前方部を北西方に向ける。墳球長は約60メートル、後円部は直径50メートル、高さ7.7メートルを測る。墳球表面では吹き石、埴輪が認められるほか、墳球周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでない。出土品には、 埴輪の他滑石清掃がある。この篠田海武山古墳は古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。泉地方北部では主張母古墳として北軍、南軍の二軍が認められるが北軍、南軍にはそれぞれ時期的空白が認められることから両軍が臨番制で主張になったと推定され、本古墳はそのうちの一つに位置づけられる。 古墳域は2003年に泉市指定史跡に指定されている。ありがとうございます。